知っていそうで意外と知らない、でも見たら得をする、毎日が楽しくなる動画が YouTube には溢れている。そんなお得動画を発掘し、果たして本当に得なのか、アナウンサーがガチ検証。それが特チューブ。今回はご自身の名前がついた洗剤が大人気、最近は YouTube でも掃除について発信されているこの方です。こんにちは、茂木和也です。秋田からようこそ名古屋にお越しくださいました、はい、ありがとうございます。よかったですよね。そうですね、新幹線で来ましたけれども、はい、5時間以上かかりましたいろんなとこで見ます洗剤、はい、大人気ですね。おかげさまで。茂木和也さんは自らの名前をつけた洗剤茂木和也を独学で開発すると、すごく汚れが落ちると一時品薄になるほど大バズり。さらに洗剤販売の傍ら、なんと掃除系 YouTuber としても活動。どこの家にもあるおなじみのアイテムだけを使い、洗浄効果を最大限に発揮させる掃除法が大人気。チャンネル登録者数は30万人超え。最近はね、あの YouTube でも掃除についていろいろ発信されてますが、はい、洗剤だけ良くても使い方が悪かったらよく落ちてくれないんですよ、ね、正しい掃除のやり方を伝えたくて YouTube 始めたと。秋掃除でキッチンを時短でピカピカに。重曹にあることをすると洗浄パワーアップ。得する30秒前。ナチュラルクリーニングでおなじみの重曹とか身近なものをカスタマイズして、もう非常にパワーアップさせて汚れを落とす方法、まあ、そうすることで時間短縮とか掃除の楽というところにもつながってきますんで、その楽になった時間で家族サービスできますからね。今回ドラッグストアなどで簡単にお安く手に入る重曹やクエン酸の洗浄効果をアップさせる方法直伝。まずは重曹。油がドロドロ落ちる茂木流釜湯で重曹水で洗浄力アップ。まずは何から。やっぱりごとく気になりませんか。特にこうひどくなればなるほどやりたくないですもんね。もう本当おっしゃる通りです、はい、そんな頑固な油汚れと焦げ付き汚れをもう楽に落とす方法をご紹介しようかなと。今回メインに使うのはこちら重曹ですね。重曹、はい、これはもうねスーパーでも見ますし、最近100円ショップとかでも目にしますね、はい、どこでも購入ができると、はい、特別なものじゃないですよね、はい、あとコスパがものすごくいいんですよ。溶かし使いますから。ああなるほど。200円程度で買え、油汚れに強い重曹をさらにパワーアップさせる重曹水。まずは水3リットルに 45g の重曹を投入。そこに台所用の中性洗剤を2回し入れてグツグツ。アルカリの働き、はい、そして熱の働き、はい、そして食器用洗剤の主成分の界面活性剤の働き、この3つの働きを使ってごとくについた頑固な油汚れを落とすと。なるほど、なかなかですよ。すごい頑固な油汚れ、焦げもねついてますからね。じゃあいきます。はい、ダイブ。あとはごとくをおよそ10分煮込むだけ。あら不思議、重曹水が茶色になってきたよ。さあ10分ぐらい五徳くんが重曹のお風呂に使ってくれました。はい、ご覧の通り茶色になってますよね、はい、洗浄液が、でこれ油汚れがあんまほぼ落ちてる状態で、はい、まあ、でも汚れついてるじゃないですか、はい、これは焦げなんですよね。残った焦げは直接重曹を振りかけてアルミホイルでゴシゴシできました。どうですか、思った以上に綺麗になった。油汚れと焦げがべったりだった五徳が重曹水の力でピッカピカ。重曹ってこんなに役立つんだ、そしてこんなに汚れってちゃんと綺麗に落ちるんだっていう、驚きました。本当に得、お得ですね。重曹水を電子レンジの中の掃除にも
最適なんですよね。油汚れと焦げということですか。そうですね。どうやるかと言いますと、はい、ペーパーを入れて液を含ませた状態にしてレンチンをすると。耐熱容器に重曹水と厚手のキッチンペーパーを入れて500ワットで2分レンチン。2分温めました、はい、では開けます。ドーンと、おー、湯気出てきますね、はい、中でスチーム洗浄できるんですよね。汚れを緩めておいて、その後にこのホットタオルで拭くと、はい、よいしょ。熱々のうちに電子レンジの中をふきふきすると、はい、結構汚れ取れますね。さらにガスコンロのすぐ隣の壁も油汚れでべっとり。ここにはコロナ用にストックしている、実はあれが大活躍。まだあるんですよ、油汚れを落とす方法が。それがアルコールです。で、使うのがこの消毒用のアルコールですね。よく見る手指の洗浄消毒に。で、使い方は吹きかけて拭き取るだけですね、はいはい、ああ、本当だ。そうですよね、はい、簡単です。あ、本当ですね。で、二度拭きもいらないですからね。他の洗剤とか洗剤残り気になるじゃないですか、はい、アルコールだとその心配ありませんからね。あ、それも時間短縮にもなると、ね、はい、はあ、いや、どうです、なんかパッて見るともう綺麗になりましたね。あと一つ注意点がありまして、はい、でアルコールって燃えやすいですよね、はい、火がついてる状態では絶対使っちゃうんですね。そうか。続いては水垢汚れに強いクエン酸にある食品を加えると洗浄効果アップ。得する1分前。シンクの水垢汚れが入るんですが、はい、今回はクエン酸を効果的に使う方法をご紹介しようかなと。用意するのはクエン酸、台所用洗剤、水、そしてなんと片栗粉。はい、掃除に片栗粉ですか。そうなんですよ。なぜですか。とろみがつくじゃないですか、はい、なので汚れにぴったり へばりついてくれるので接触時間を長く作れるので汚れ落ちが良くなるんですよね。一度作ってしまうと、まあ、シンクの水垢とか蛇口だけじゃなくて、うん、お風呂場とか、まあ、いろんなところの水回りの水垢を使えるんで、まあ、全然面倒くさくないですよ。とろみをつけたクエン酸ジェルで落としていこうかなと思っております。その名もモテギ流クエン酸ジェル。ぬりぬりするだけで蛇口や鏡もピッカピカ。その作り方は、まずはお水を 105g 鍋に入れます。はい、入れます。はい、そして次にクエン酸を 3g で鍋に入れちゃいます。はい、そこに片栗粉、今回片栗粉使うのがポイントですから、片栗粉を 10g 加え、よく混ぜてから火にかけます。すると、だんだんトロトロに。ここで、はい、食器用洗剤少し入れます。少々、はい、OK、はい、それで混ぜ込みます。はい、クエン酸ジェルの完成です。あとは、水垢汚れが気になるシンクや蛇口にぬりぬり。ジェルにした一番の理由がですね、まさにこういったところ。でもこのように分厚くしっかりとどまってくれると、はい、乾きにくいですよね、まず、はい、クエン酸の酸の働きを使えればですね、塗っただけでも軽度な汚れは、はい、放置すると落ちていくんですよ。ジェル状のクエン酸は垂れにくく乾きにくいので汚れが落ちやすくなるんです。しばらく放置した後、クエン酸ジェルを拭き取れば、どうでしょう。ピカピカになりましたね。ありがとうございます、はい、嬉しい、はい、いや、ここまで綺麗にピカピカになるもんなんですね、はい、なんということでしょう。使い込まれて水垢がついたシンクがクエン酸ジェルでピカピカに。白くくすんでいた蛇口も新品のよう。重曹、クエン酸、もうこれを主役にしながら家にあるものでできちゃうんです。これはお掃除においてお得な情報いただきました。最後までご覧いただきありがとうございました。メイテレニュース公式チャンネルでは東海3県のニュースをいつでもご覧いただけます。ウルフィーが指している
こちらのボタンからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。グッドボタンやコメントもお待ちしています。